大井高春の M リーガーと楽しむ M 競輪、ゲストは EX 風林火山勝俣健二プロ、松ヶ瀬高谷プロでございます。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと以前からね、あれかっちゃんのことはねボートで呼びたかったんですけど、なんか競輪で呼んじゃいました。はい、競輪もね、うん、もう今ね楽しくなってきたとこなんですよ。あら、ちょっとあのまずか松ヶ瀬さんの紹介の前に勝俣さんにですね、はい、東京都にお住まいの18歳女性の方からお手紙が来てまして、はい、勝俣さんはどうしていつもすぐに放獣してしまうんですか。そして、はい、たかちゃんが言うように麻雀中怒ることはあるんですかというこの質問ですね。勝俣さんどうですかね。なんですぐ放獣しちゃうかっていうと、考えてもどうせ放獣しちゃうんで時間もったいないなと、はい、それで1秒で振り込むんですかいつも。どうせ10秒考えても、結論変わんないんで、もういけと。なるほどね、うん、で2つ目の質問、怒ることはあります、はい、実際怒ることありますよ。ありました。2割ぐらいね。2割。10回に2回ぐらい。じゃあ大井さんがこれ怒ってますよって言った時の10回に2回は本当に怒ってる。2回は本当に怒ってる、はい、ありがとうございます。勝俣さんありがとうございます。それが聞きたかった、うん、よかった、よかったです。質問にお答えできてよかったです。これうちのリスナーが今22万人いるんですけど、うん、全員思ってました。聞いてみたかったんで、はい、はい、よかったです。2割ぐらいね。2割ね、はい、ありがとうございます。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。こっちの動画も見てね。